という小説です、はい、もういいですと音上がった、はい、それではですね、後半戦を開始したいと思います。ちょっと今あの休憩中にですね、まああのそのまあ、原発とかそういった話も含めて、まあ、集団的自衛権も、まあ、エネルギーの問題が実は大きいんじゃないかなっていう、あの新しい意見が出ていまして、これもちょっと時間があれば掘り下げていきたいなと思うんですけど、まず先ほど話したように信頼っていう言葉をですね、もう一度改めて取り上げていきたいなと思います。その前に、1人参加者があの入れ替えというか増えましたので、庄司さんにちょっと自己紹介をしていただいた後、根本そのカードを渡してあげて、あ、思ったんですね、はい、じゃあまず自己紹介から、はい、お願いします。どこら辺まで簡単に、簡単に名前とかで、はい、構わないです。庄司、はい、と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、で最初に皆さんにですね、聞いていた質問をちょっと庄司さんにもしたいんですけれども、今回の集団的自衛権ではというよりも、その今回安倍政権が集団的自衛権 の、 その憲法解釈による一部容認という判断に踏み切ったという、そこについて、どちらかといえば賛成か反対かというのをその丸×でちょっと示していただきたいなと思っていたんですが、はい、どうでしょうか。はい、×ですね。はい、じゃあそれのなんか理由とかスタンスみたいなことを簡単に30秒言うと、私本当に背景が勉強不足で全然わかんないので、はい、今日もちょっともうちょっと勉強してからと思ったんですけど、間に合わず、とにかく戦争反対なだけなんです、うんうんうん、戦争が世界中からなくなればいいという、はい、本当に単純な、まあ、感情論って言われちゃうかもしれないけど、それだけしかない。はい、なので、まあ、もうそれをもうちょっとなんていうのかな、そうじゃない人がいるわけだから、うん、したい人がいるわけだから、なんでそういう考えの人がいるのかなとか、うん、それにはそれなりの理由があるのかなと思ったので、はい、そういうのを勉強できたらなと思って。庄司さんの考えで戦争したい人ってのはどういう人ですか。でも、やっぱり戦争がなくならないってことは、戦争をして得をしている人がいるわけですよね。うんうん、じゃあ世界のどこかにそういう人たちがまだいると。そういう人たち。どっかで戦争が起こってきくれた方がいいっていうような発言をしてた政治家がいるみたいな、信憑性はわからないんですけど、はいはいはい、ネットだけだけど、見ることもあるし、日本の有力な何かこう国を動かす人の中でもそういう考えの人がいるんだろうなと思うんです、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。それに関しては賛成派から話をした方がいい気がしますけ ど、 どうです。じゃあ短く収まるなら、はいはい、短く僕は集団的自衛権賛成で、かつ戦争絶対反対っていう立場なんですけど、はい、まあ結局何を考えてるかっていうと、結局、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、結局平和っていうのはバランスで保たれるので、まあ、日本とアメリカがある程度緊密な関係を取ることによって中国がこっちに攻められなくなると、うん、だからその攻められることによって始まってしまう戦争を避けたいっていう考えで賛成してます。で、まあ、さらにその戦争によって得をする人がいるっていう話に関しては、僕はもうこの世紀になったらほとんどいないと思っていて、まあ、というのも核兵器があるので、核兵器が登場してからと以前とでは考え方を別個にするべきと考えてるんです、うん、っていうのも、あの基本的にその核兵器の使用があり得るという時点で不利益の方が僕は絶対に大きくなると思ってるんですね、うん、まあ、その坂口安吾という人の戦争論っていう小説の中に、まあ、出てくるんですけども、まあ、結局その、まあ、必ずその核兵器を持つまでには戦争っていうのは利益をもたらしてきたと、まあ、インターネットもそうですし、まあ、いろいろなものがありますけども、まあ、ただ核兵器以降は絶対損の方が大きいと思うので、あの本当にやりたいって言ってるやつっているのって感じですね、うん、ああいないんじゃないかと、うん、まあ、いるとしたら多分日本の中でも多分旧財閥系、三井とかあの三菱とかの一部は多分ミサイルとかの産業を持ってるんですけど、武器職人ってやつですか、うん、でも多分本当に小さい産業しかないから日本全体としては得はない、うん、考えまあ、つまりその必ずしも集団的自衛権っていうのが、うん、そもそも戦争をするためとか、うんうん、戦争をしたいからっていう考え方じゃないものもありますよっていうことですね。そうですね、そうですね、はい、まずそこまでじゃあちょっと整理していきましょうか。はい、ということで、じゃあちょっと
話を戻しまして、さっき前半戦の最後の方に、まあ、信頼、特にその、他国の日本に対する信頼というキーワードがありました。で若干整理すると、まあ、例えばその、イラク戦争の時に、まあ、日本の、日本人の人たちが、まあ、向こうでさらわれて、でその時はまあ自己責任だという話にこうなってしまって、まあ、そういった事件も起きたんだけれども、まあ、そもそも日本という国がアメリカに加担しないでそのイラク戦争のなんかチアイジの協力とかをしていなければ、そもそも日本人っていうのは そういうテロとかそういう標的にされなかったんじゃないかとか、まあ、それに対して、いやでも日本はその、まあ、第二次世界大戦とかっていうそういう戦争の経緯もいろいろ含めて、例えば東南アジアの各国から、まあ、信頼を得たりしているし、やっぱりそういう関係性もあり得ると、うん、まあ、そういう話が前半戦の中に出てきまして、で今後トータルとしてその日本はこの集団的自衛権というのを部分的にあるいは全面的に持つようになっていくっていうことが、その信頼っていうキーワードから見たときに、果たして本当にその日本は戦争を防げる、その平和な国になりうるのかっていうところについて、もうちょっと皆さんの話を聞きたいなと思います。はい、この辺について。ただちょっとさっきのところで難しいなと思うのは、その集団的自衛権っていうのがその、まあ、中東の方とかでどれぐらい行使されるのか、あるいはどちらかというと賛成派の人たちはやっぱりその中国っていうのをこう仮想想定してるけど、でも、まあ、反対派の人たちは、いや安倍さんの言ってることって結局日本がイラクに派兵したりとかする時の話でしょみたいな感覚がどっかにあったりするかなって、そもそもそこからずれてるんだと思うんですね、うん、そこら辺についてなんか中間の意見というか、なんかもう整理できる方、はい、整理できる方、まあ、整理がないですけども、はい、多分この集団的集団的自衛権の問題で対象にするのは一体何なのかというのは、実は安倍さん自身がよく分かってないんじゃないかというのが私の見解です、うん、実は公明党との合意をやったことによって、むしろ集団的自衛権をやることの意味が失われちゃったような感じが私はしててなんであの合意取っちゃったのって、はいはい、あれやりたいことと違うんじゃねっていうふうに思ったんですね、はいはい、というのはまず集団的自衛権っていうのは他国というふうに言うし、密接な関係のある国って言い方もしますが、簡単に言うと地理的にある程度弱小国に組んで大国と、うん、大国が攻めてくるときに弱い人間たちが集まって守るというのは基本の発想なんですよね、うん、でその基本の発想でじゃあ具体的に安倍さんそこから何引き出してくるのかなっていう、つまりその他国って純粋に生きれない密接な関係があるんだったら、考えられるのは一つは中国とまさしくぶつかっている小さな国、例えばベトナムであったりフィリピンであったり、台湾はちょっと除きます、はいはい、でそれから韓国ですよね、はいはい、でそういう国々とじゃあはっきり明確な、例えばただ単に自衛権憲法で認めるだけじゃなくて、具体的に軍事的な条約を結ぶつもりが将来的にあるのかどうか、例えば韓国とそういう条約を結ぶつもりがあるのかどうか、仮に韓国が例えば北朝鮮から攻められたとします。そしたらその集団的自衛権を盾に取って、韓国が攻められてるんだから日本はこう出ていかなきゃいけない、うん、一緒に守らないってことに意味がない、うん、っていうことまでやる気があるのかなと思ってたら、うん、あそうでもないな、うん、そうすると海外から見てると、一体安倍さん何したいのかって、核の問題でアメリカとか韓国と共同歩調を取らなきゃいけないはずなのに、北朝鮮とちょっとなんか仲良くし始めて、ちょっとアメリカと韓国は今あれあれって気になって、もちろん拉致問題って問題は国内的な問題はあるにしても、あれ一体何しようとしてんだべっていうのが外側から見てるとよく見えないっていうのが一つ。それからじゃあもう一つ信頼の相手としてアメリカというのが出てきます。でこれはずっと歴史的に日米安保条約を、サンフランシスコ講和条約を結んだ時から、取ってるわけです。で基本的にまあアメリカはやるけど日本はやらないよっていう話になってました。で一つアメリカの戦争に巻き込まれる論が随分出ましたね。で実は今アメリカは戦争したくないんですよ、はっきり言って、財政の問題もあるし、それから国内世論の問題もあります。はっきりそれはオバマ政権から方向を取って変わってしまって、シリアも私は介入すべきだったと今でも思ってますが、しなかった、はいはい、だからそういう状態でいるときに、じゃあ日本がそれをやることでっていうふうに言ってると、実はこれ日本の片思いですよね。アメリカさん好き好きもっと私のこと見てっていう状態で、でもどこかですけど、なんか何飯を追ってくれるし、なんか足になってくれるからいいけど、でもそんだけしてくれて何なの。でおまけになんか靖国には行っちゃうし、国内の手続きはなんかめちゃくちゃだし、でいうとちょっと不信を持ちながらも、まあ使えるなら使ってやるかぐらいの話であって、どうもそれが日本の片思いになってる。そうす
とその信頼って言った時にもどういう対象でどういうことをこれからやろうとしてっていうその狙いが発揮すれば論じられると思うんですが、それがめちゃくちゃ、うん、あと中東の関係でいうとおそらく歴史的にはおそらくそれは白人と戦ったっていうさっきあるし、それこそ日本は言ってみれば有色人種の間というのは歴史的にはわかるんですが、ただその中東戦争から後、あるいはイランとアメリカの紛争もありましたし、その時日本どっちにつくのさで、日本はどちらかというとアラブ側の方がある程度、それは何かというと石油確保でしたよね、ところがシーレーンの問題でじゃあイランと本当やる気ある、あの例えば集団的自衛権の場合だったらその掃海艇を出しておそらく機雷を除去するってことになるんでしょうが、おそらくそれをやってじゃあイランと、まあ、ぶつかったとしてもアラブ諸国との関係どうするの、あるいはイスラエルとの関係どうするの、ってことは同時に問われざるを得ないはずです、ところがそういうに関する見通しもよくわからない、あもちろんあの、まあ、選んでこうやるんだっていうのは、まあ、それはそれで私は賛成しないけど、まあ、でもそれはっきり言ってよねっていうところがあります。整理すればこんな感じですよ。なるほど、はい、なんか一箇所質問があって、はい、まずその今は民主党政権じゃないですか、アメリカで共和党、はい、政権に変わった時に方向転換するかもしれない。もちろんあります、ね、ある、だからそれで、今日本のは方向性を今出してしまって、変わった場合にけど、まあ、こういう今法律あるじゃんみたいな感じで、まあ、手伝ってって面倒くさいことに巻き込まれるんじゃないかなっていうところもあるし、うんはい、あと何だっけもう一個なんか言おうと思ったんだけどそうだ、イラク戦争と、うん、そう湾岸戦争とかっていうのを、うん、まあなんか見た時に湾岸戦争の時ってお金しか出さなかった、うんまあ、それでなんかすごい、まあ、多方面から批判を受けたっていうところを見ると、中東の国からも多分批判があったはず、うんそうですねなんかだから、そういった時に、なんだやっぱり、まあ、また面倒くさいことに巻き込まれる可能性って、そういうところから見てもあるんじゃないのかなっていうふうに思ってしまうんです、うんはい、じゃあそれにちょっと付け加えさせていただくと、そこで国連っていうものをどう捉えて、日本がそこに人とお金を出していくのかっていうのが重要になってくると思います、アメリカがもうこれ以上できないんだとすれば、まあ、ちょっと財政の問題大きいので、これでまた元の共和党の時代みたいに、じゃんじゃん突っ込んでやるぞっていうのは、おそらくちょっと無理かも。もちろん変わることは有利と思うんですけどね。でもそういう戦略の中で、戦略的な見通しの中で、じゃ国連、例えば PKO とか PKF、これはもうちゃんと出していいと思うんですけど、これは集団的自衛権関係がないし、指揮権持ってるのは国連ですから、そうすると、そういうところに一体どういうことをやって、アメリカとの付き合いの仕方を考えていくのか、逆にアメリカをそういう集団安全保障体制の中にどうやって戻すのかっていう議論もあるので。その辺の、まあ、バランス、これはかなり専門的な議論にはなっちゃうんですけども、そういう視点を取っておかないといけないのかなというふうに思います、はい、多分その懸念としてアメリカと関係が強くなりすぎると、まあ、全部アメリカに引きずられていくっていうのはきっとあると思うんですよね。その安倍首相自体がそのアメリカに対してどれぐらいの信頼を置いてるのかっていうのが見えないっていうのなんかまああって、なんかもうこのままもう全部ズブズブで行く気なのかっていうのだと、僕はそれは確かに危ないなとは思うんですが、でも今超大国関係新秩序に入ったとかって言って、まあ、アメリカと中国で会談もしましたよね。だから多分日中日米よりも、まあ、これから中米を重視する可能性って全然ある、はいはい、から、まあ、そういうところを考えるとアメリカさんが守ってくれるわみたいな考え方はずっと持つべきじゃないと思ってる。だからまあ僕、まあ、今その池さんの話に付け加えるんだら、そのアメリカが守ってくれるわじゃなくて国連に積極的に加入するっていう考え方でやった方がいいんじゃないかなっていう。今回アメリカと関係強めましたけど、まあ、集団的自衛権を認めたっていう点では、まあ、国連の中でもっと発言力が高まるっていうこともあるのかなと思って、はいはい、今回の集団的自衛権を認めることで、アメリカとの関係を強めたわけではないと思っているんですよ、うん、でまずアメリカ自身は皆さんご存知のようにやっぱ昔ほどのこう超大国ではなくなって軍事力がどんどん低下してちょっと引っ込み気味になってきている。で今まで日本はアメリカしかいなかったからそれこそアメリカに引きずられて、はい、アメリカの言われたらもうやらなきゃってなってたけど、これからは逆にアメリカから自立するための今回集団的自衛権を認めたのかなと思ってて、具体的にその新しいパートナーはインドとオーストラリア、でそのオーストラリア具体的にも安倍政権もそことの関係を深めて、さらにアメリカとの間には日米安保がある。でオーストラリアとインドとそれぞれ防衛協定はすでに結んでるんですよ。だから新しい同盟がそこに今できつつある。
そしてオーストラリアには潜水艦を輸出しようとしてる、うんうんうん、でインドにもあの救難艇、飛行艇を輸出しようとしてて、最初の武器輸出の相手は多分そこになる、うんうん、でそうなると逆に新しい選択肢がいっぱい生まれて、うんうん、アメリカが戦争を始めても、まあ、さよならって、いや我々はあのインド、オーストラリアと一緒にやるからアメリカはアメリカでやってねって言える立場に来てるので逆に選択肢が広まるのかなと思ってる。それがないとアメリカに今もついていかざるを得ないと、うん、アメリカに見捨てられたらもう終わっちゃうんで、うん、そういう意味ではすごくあの皆さん心配してるのと逆なのかなと思います、はい、あのアメリカとの関係を強めないという点では共通してて、そんで、まあ、オーストラリアともこの前会談をしたし EPA もやったし、うん、でインドでは IT が強いんで、うんまあ、関係も進んでますよね、うん、ただそれと違った視点でもう一つ僕思ってるのは、うん、安倍さん自身のやっぱしこの何としてもあのおじいさんに近づきたい的な、そう、やっぱし今まで書いてきた本とか発言見れば、アメリカ軍が血流してる時に自衛隊は普通の軍隊になんなくていいのか、やっぱしもっと血流すべきだとか、その今までの歴史の中に安倍さん自身が名前を残したい、こういう役割をやったんだっていう、うん、そういう何か執念めいたものがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそれはかなり多くの論者が指摘をしていて、うん、例えばちょっと今日持ってきたんですけど、柳沢教授さんってこれもともと防衛省の制服組じゃない、制度組の方です、うんはいはい、方が書かれた亡国の安保政策、うん、で結局安倍さん何がしたいんだろうねって言うと、うん、心の問題だよっていうふうに心でやっぱおじいさんがそのなんとかそのあのアメリカと対等に向かってその日本人も重要なので、実は日本人というか日本も実質的には集団的自衛権を行使しちゃった例で一つだけあるんですよ。へえ。朝鮮戦争の時に総会で出してるんです。内緒で。内緒で。しかも多分人死んでますよね、その時は。確か死者も出てて、それもきちんと実は使っていない。だからそれをのこともあって、だからまあおじいさんの敵を取りたいっていうのはあるんじゃないかしら。うん、内緒で出すっていうのはどういうことですか。うん、つまりその国内に公にせず、出す。密約で出すってことですか。密約ではないでしょうね。あの発表せずに。発表せずに。何も発表せずにただ出す。公表せずに出した。朝鮮戦争の時って日本って何の軍を持ってたんでしたっけ。その時はまだ、警察予備隊だったかと思います。ちょっと今あの後で確認しますが、国会の議決が本当は必要だけど、必要なけども、そういう緊急事態の時は国会通さなくていいっていう、うん、その仕組みを利用したっていうことだったんですね。まあ、ちょっとその非常に動揺してるっていうのと、まだ占領体制が続いている時期 でアメリカもあの時は名目国連軍にはなっていたってこともあるかもしれませんが、だからそういう状況、あの時の歴史的状況ではまさしくそういうあれでしょうね。アメリカとの関係、はい、私もいいですか、はい、すごく賛成の意見なんですけど、アメリカ自体がやっぱりもう戦争にお金を出せる状況じゃなくなってきていて、うんうんうん、赤字、貿易赤字もかなりひどくなってきて、うん、でその時に一番の市場、どこを相手に商売をするのかっていう時に、うん、急成長している中国をすごく商売相手だと見てると思うんですよ。アメリカの、うんうん、はいはい、そうアメリカの見方ですね、はいはい、最大の市場は中国だと見てると思うんですよ、はいはい、でその逆に日本が中国との間でいざこざを起こすことに対してアメリカはすっごくその嫌がって見てる、うんうんうん、やっぱり靖国を日本が参拝しちゃったりだ、あの、うん、政府が参拝しちゃったりだとか、うん、その従軍慰安婦の方の問題も極めておぞましい人権侵害だとか言ってみたり、うんまあ、さっきの靖国のやつも失望したってオバマさんが言ってみたりだとか、それやっぱり日本が勝手に暴走すんなよというふうにそのアメリカの側は見てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。アメリカとの関係も悪くしてるんじゃないかなっていうふうに思う。なるほど。でもうちょっと言うと、戦後作ってきたその国連を含む集団安全保障体制を含む価値観みたいなものに対して、例えば靖国みたいなことをやると、はい、あやっぱりそれに乗らない、要するにあの例えば靖国認めるってことは、あのサンフランシスコ講和体制条約そのものを認めないってことかっていうふうにアメリカ側から受け取れてしまう、はい、そういうメッセージを発してしまっている。でそれには鈍感なのにアメリカさんと仲良くしたいっていうのがよくわからない。だったらもう、あのそこに対しては、あの彼らの向こうに神社の娘さんがいらっしゃって、なんか言いたそうですよ。靖国の話は、ちょっと引き出すと本当に専門的になっちゃうから。靖国
まあ、私別に靖国は首相も別に参拝しなくていいと思ってますよ。することに対して反対はしないけれども、首相がする必要もないと思う。まあじゃあその辺はずれちゃうから、この辺にしてくれます、まあ、今回の話、今の話はちょっとそもそもちょっとずれ気味だったので、ちょっと舵を戻して、はい、なんかその安倍さん件に関しては多分、なんていうか、あの一貫性がたまになくなる時があると今思ってて、そうなんですかね、あの結局その自民党としてのなんていうかやりたいことってなんとなく分かるんですよ、うんうん、そうだからある程度アメリカとの関係を強くしつつ、うん、まあ、あのオーストラリアとか、あの、まあ、他のところベトナムとかにも少しずつ力をあの合わせていくっていう感じだと思うんですけど、たまになんていうか、あのその中にこう合ってない行動がいくつかある。一番大きいのが靖国だと思ってるんですね。靖国、はいはい、神社の参拝っていうのはその自民党があの今こうやっていく政策とか方向性の中でずれてて、だからこれやったらだってそんなアメリカから批判来るじゃんっていう、それはあり得るじゃん。そこに関してだと、まあ別にその擁護するわけじゃないんですけど、例えばその靖国参拝とか、そのまあ拉致問題の解決もそうだと思うんですけど、まあ安倍さんなんかは一貫して国内問題だと言ってるじゃないですか。なんかそこら辺のその、でもブレてる理由は割と別に明確だなと思っていて、だからそのつまり全てを外交問題と外交カードとして切るべきなのかっていう考えと、いやそれはそれで解決しなきゃいけない問題でしょうと、そのだからその北朝鮮との、その北朝鮮に対する外交の態度を一体化するために拉致被害者をそのままにしておくべきなのかみたいな、そこの別の議論が多分そこに乗っかってきちゃうと思っていて、だからそれはなんかあのそれはそれですごい深いテーマだと思うんだけど、まあなんだろう、今回これ以上深掘りしない方がいいかな。ちょっとだけですか、その信頼っていうところに戻すとなると、やっぱりその靖国に参拝しちゃうことだとか、その慰安婦の問題、あの肯定しちゃうみたいなことっていうのが、中国とか韓国の人たちに対して侮辱に移ると思うんですよ。だからそれはその信頼っていう、今回のテーマは集団的自衛権っていうことの信頼なんですね。それに対してそのいやでもそれを解決したいと思ってる人たちが一部にいて、一方にいて、でその人たちに対する対応としてのあのなんだろう、そのいわゆるそのいやそれはそもそも例えばあると言ってる人たちとないと言ってる人たちがいると、そこに対してどう解決するかっていうのを、そのいや外交問題だからこっちの結論にしましょうと言えない人たちっていうのがやっぱりいるっていうことだと思うんですね。それはだから集団的自衛権における信頼とはそもそも別のキーワードの問題だから、それを一緒にしてしまって、集団的自衛権の話と靖国の問題が一致してないからどうこうっていうのは、それはちょっと議論のすり替えなんじゃないかなと私は思う。それで緊張関係を わざわざ日本の側が、まあ、武力を拡張することもなんだけども、わざわざ緊張関係を仕掛けてるように見えるっていう意味です。そういう意味です。そういう別の視点から見たらそうなりますって話だと思うんですね、今回。それは集団的自衛権の話とは私は関係ないんじゃないかなと。いやでも正直言うから、やんなきゃよかったじゃんって思うんですよ。それは思う、それは思うよ、それは思うよ。要するに、集団的自衛権っていうものを達成しようとしている目的を考えたら、あのまあ拉致問題とか靖国参拝っていうのは今は置いとくべき話で、このタイミングでやったら食い違いが起きてくるから、それはやるべきじゃないですか。拉致関係なくなる、そういう話になるんだって。それは慰安婦問題も絶対そうなんですよ。いやだからあの外交問題を盾に存在しないものあるっていうのはおかしいじゃないかって主張したい人だって絶対いるわけですよ、それは自民党の支持層の中とかでも。だからその話を今議論するのは多分意味がないんじゃないですかと。だからやめましょう。ちゃちゃ、その2つに関しては安倍さんの個人の感覚があると思ってて、それはだからぐちゃぐちゃにしてる、置いときましょう。まあ、あくまでバックグラウンドにあるということだけにとどめておいて、で話を戻して集団的自衛権とか外交とか戦争とかっていうキーワードの中における信頼関係って話の中でもしまだ足りていないものがあれば、はい、なんか今話を聞いててなんか信頼って無理かなって思って結局そのなんか日本人として例えばその中国の方って考えた時に、中国の方がこういう風な行動を取ってくれれば日本人としてメリットがある、でその他国との結局関係も例えばアメリカの人がこうしてくれたら日本人がメリットがあるっていう感じっていう、なんかどうしてもそのホモサピエンスとしての相手で、なんかそのどっかの国と日本人とかどっかの国と日本
人っていう視点で考えてしまっていて、結局国防って言っても何を守りたいのかなっていうのがあって、結局なんかこう守られても自分の命は誰かの犠牲の上にある命、なんか自分がこう来る時とかにこう火の粉が落ちてきたっていうことを想像した時に、確かにもう怖いし死ぬ時はうわ嫌だって思うんだろうけれども、なんかいろんな話を聞いてて、こう日本人としていかにその他国の人が日本人にとってメリットのある行動をすることによって、なんか落ちてきた命だ、なんか火の粉とか考えると、なんか自分すまんって思ってしまうというか、やっぱりその一番最初にあったその長期的に親日化を増やしていくっていうところが、もっとこう早急にできる手立てを考えていけばよかったのにとか、なんかそういうところに振り返ってしまう。もっとそこに全力を尽くしたらいいんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。そこに関してその私前ちょっと Facebook にも載っけたんですけど、今回そのまあ他の人が言ってた意見、すごい私よりはるかに信頼できるあの学者さんとかも同じようなことを言ってるんで、私オリジナルの意見ではないですけど、今回のその憲法解釈によって戦争ができる国になってしまったみたいなことを一部のメディアが書いてることに対して私はすごく違和感があるんですよ、うん、なんか安倍さんはこんなこと言ったけど日本は戦争ができる国では決してないんだよって言えばいいものを、なんか戦争を反対してる人たちが、いや安倍さんがこんなこと言っちゃったからもう日本は戦争できる国になっちゃったよおしまいだよみたいなことをその新聞とかも言ってたりして、それ逆効果じゃんって思うんですよね。戦争できる国だって言わなきゃいいのに、なんで戦争できる国になっちゃったって戦争に反対してるはずの人たちが言うんだろうって、それを言わない、いつまでも言わない。安倍さんはこんなこと言ってるけどこれは戦争できるってことではありません、安倍さんはこういうことをやろうとしてるけどここが変わらなければ日本は戦争できませんっていうことを世界に発表し続ければ、日本はまあ戦争できない国だし、で我々もあの安倍さんが本当にそうじゃないことを言い出した時はもうそれはもう違うぜって言えるんじゃないのかなって、それをなんでこっちからわざわざ認めていくんだろうなみたいなことを違和感として感じるんですけど、あの、うん、信頼っていう観点で言えば、うんうん、そのまあ、戻ると、うん、多分日本の集団的自衛権容認を批判しているのは中国と韓国、うん、でさらに言えば反応しているのもアメリカと中国と韓国、うん、あとはいくつかの東南アジアの国だと思って、それ以外の人たちはどうでもいいと思ってる、中東の人たちも、うんうん、どうでもいいと思って、中東の人たちも戦争できない国だったのって知らなかったぐらいの感覚。なんでかっていうと、集団的自衛権って、うん、ほとんどの国が持ってますし国連憲章にもありますから、でもそれはさっき言っていた、うん、その例えばイラクとかで治安維持活動に参加した時の、うん、日本っていう国の信頼関係みたいな話とそもそもそうやってずれるんじゃない。いやだから PKO も参加してたじゃないですか、うん、PKO も参加してたからもう日本集団的自衛権もやってると思ってたんだと思うんですね。本当にそれ推測でしょ。だから中東の人たちは今回のことで何も反応してません、うん、ですから、うん、集団的自衛権が、うん、あの認めたことによって、うん、あ日本が戦争できる国になったなって思ってません、うん、あので、うん、戦争ができる国になったとは思ってない。でそこに、そこにおいて、うん、なぜか日本の国の人たちができるようになった、できるようになったと、まあ、天津さえ英文とかで出し始めるから、うんうん、それはなんでそんなことするんだって思うんですよ。そこはちょっと不思議なんですよ、うん、だから要するに信頼系って言えば変わってなかったと思うんですよ、僕は。中東の皆さんの信頼運動はちょっと分かんないけど、うんうん、まあ、具体的な行動を見てみれば PKO の時も、うん、アフガンもそうだし、うんうん、イラク戦争もそうだけども、うんうん、やっぱし戦闘行動はやってないわけですよね。そうですね、そうですね、うん、だから補給活動とか、うん、まあそのごまかしはあったけども、うんうん、いわゆる後方支援に徹したという、うんうんうん、後方でラーメン食べてる池さんの話聞いてみたいな、ちょっと、うん、あ、いいですよ、いやいや、いいですか。その意味で、確かにあのその戦争できる国、できない国っていうその定義がやっぱりすごくこう定義というか、その意味合いがやっぱりちょっとこう、いろいろそこが語られる場所で随分変わってる、はい、その中東あたりでいけば、もう日本できるんだろう、軍隊持ってんじゃんって、てかほとんど自衛隊の軍隊と思ってるし、ね、もともと。もともとね。でまあ、あの特に集団的自衛権も例えばイラク戦争に後方支援で行ったけど、あれは、まあ、事実上、集団的自衛権の行使だと見てる。立場の国は多いと思います。つまりそこでなぜか国内の味方と国内の味方にギャップができているのはなぜかと、まずちゃんと考えてみる必要がある。それはなぜなんだろうかっていうことですよね。で、あの、まあ、その外の味方に合わせるんだったら、まあ、それ変えたって大して変わらんだろうと思うけれども、でもその国内のその枠をのはめ方が自衛隊の行動、先ほどおっしゃったように後方支援ってことだけ、あるいは
あの少なくとも武力行使して、まあ、殺してないですよね、他国人を、うん、それをしてないってことの、例えばそのいわゆるあの、NGO や NPO が現場で活動するレベルではものすごく大きなやっぱ信頼感になってる、うん、あそこはそれはやってない、まあ、分かる人たちに、ね、若い人にとってみれば分かる、うんうん、だからそこはちゃんときちんと区別する必要があるんだというのが一つ、うん、そして結局その、まあ、今は安倍さんはするつもりがないだろうし、私たちほとんど国民もそれはやる つもりはほとんどないだろうと思うが、うんうん、国内法の枠、特に、まあ、憲法という枠、特に権力が暴走しないようにちゃんとそれを設定をしておく枠っていうものを、うん、うちらはちゃんとその枠組みっていうのはちゃんと持ってるっていうことはやっぱり自己拘束として必要なことだ、うんうん、それはかつて69年前かその権利諸国にまあああいうことをしたわけですから、うん、そうするとじゃあその反省の意味だって僕たちは自分たちをどういう形にしようかってことを一応自分たちで受け入れたはずだと、うんうん、そうするとじゃあその拘束のその論理や筋の中でじゃあどういうふうにあの自衛隊の行動を具体的にコントロールするためにどこまでの条文にこうしたらいいんだろうとかっていうことの考え方の中で、でもそれとももうこれ以上現状の環境でやるのに無理があるんだったらその枠組みをちゃんと国民の中で測って変えようとすればいいんですけど、それが言ってみれば解釈っていう形であのまあガラッと変えると、それもその解釈の筋は専門家から見ると非常に筋が悪いと、まあ裁判やったらこれは負けるよねっていうやりあれですよね。そうするとその外国がこう言ってるからとかっていうそのやっぱりレベルきちんと分けて、うん、逆にだから今回今その国際関係は中国がどうアメリカがどうっていうのがあるんですけど、その我々自身の国の政治のあり方の、まあ、今自己拘束のあり方する憲法っていうことをどういうふうに取り扱うかっていう問題もここにはもう一つあると私は思っています。はい、はい、うん、はい、あのいいですか、はい、ちょっと今話がですねちょうど今池さんの話の中 ですねテーマがこう私の中でちょっとスーッとこう移動してきた感があって、あの今まあ信頼って話で結構1時間ぐらい話してきたんですが、今池さんの話していただいた中でその憲法っていう言葉とか、あとはその、まあ、手続きとか、まあ、コントロールの仕方みたいな話が出てきて、で最初に皆さんにその丸バツを出していただいた時にもやっぱ手続きの踏み方とかその変え方がおかしいんじゃないかっていうことで、あるいはその変え方としていやそもそも解釈を何回もしてきた結果なんだから問題なんじゃないかっていう、ま、丸バツ双方にその、今回の変え方についての意見が出ていて、で今池さんは、その中でいやだからその我々がその過去の反省を踏まえて戦争を起こさないようにって作ってきた仕組みなのにそれ解釈で変えちゃっていいのっていうのを今池さんの立場として言っていただいた。でそこの話もちょっと今回やっぱり重要かなと、まあ、今回あくまで、まあ、私の解釈では集団的自衛権を別に全部今回の意見に認めたわけじゃなくてあくまで一部なので、その中にはその集団的自衛権全体に対する賛否の他にその手続き論としての賛否っていうのが、まあ、あったと思うんです。そこの話を今後半としてちょっとできればちょっと聞きたいんですけど、はいはい、漆田さんおっしゃった一部っていうのはどの部分のことを指してらっしゃるの、はいはい、一部というのは今回安倍さんはだからその集団的自衛権を全般を認めて今すぐ日本が海外に派兵しますということではなくて、その日本が、その海外の治安維持活動に受けた時にその攻撃を受けた場合がどうだとか、その、日本の島国が攻撃されてアメリカ軍が出ていった時に日本が守れるんだとかっていうその安倍さんなりの個別な具体例を挙げていったじゃないですか。でこういう時のために一部解釈を改正しますと、そこに限定っていう枠がはめられてるっていうふうに思っていらっしゃる、じゃなくてそれは安倍さん自身がそう言っているということです。それに基づいてどういう法案が出てくるかはまだわからないんですけれども、うんうん、少なくとも、安倍さん自身がいや集団的自衛権を全部認めますとはそもそも今言っていないので、だからそこについて集団的自衛権自体の是非の話をするとまたあのそれだけで3時間も4時間も話せると思うので、で今までは割とでもそういう話をしてきたと思うんです。今回の 今これから変わっていくことが信頼関係とかそういう部分でどう影響していくのか、あるいは日本人が本当に戦争をして中知り合いの自衛隊員が死んじゃうようなことになるのかとかって話は今結構前半中盤としてきて、で今ここからはその手続き論の話をちょっとしたいと思っていますと。で、今ちょうど池さんの話が出たのでそれに対して賛成派の方で、河合さんとかはいやそもそも、はい、自衛権をあのなんだろう集団的自衛権を持たないっていうことだってそもそも解釈だったじゃないかって話を頭にしたと思うんですよ。でそこら辺の話を、まあ、今の話に対する反論っていうかそのいや私はこういう考え方をしてるんですっていうところでちょっと聞いてみたいなと。はい、まあ、あの最初言った通りで、はい、そもそも憲法に集団的自衛権のなんて一言も書いてないんで、集団的自衛権は、まあ、持ちませんというか行使しませんって言ったのも解釈だったと思うので、もしおかしいって言うならそれをまずおかしいって言うべき、で今回はあるって言った時におかしいっていう人はないって言った時でも両方おかしいって言って、
そもそもどっちも無効じゃないかっていうのが多分あの手続き論としてはフェアなのかな、うんうんうん、で、まあ、さらに言うとあのもし今回解釈で変えられてそれがおかしいっていうなら次の選挙で反対する政党に投票すればまた簡単に元に戻るんで、うん、次の選挙でそう投票すればいい、もしくはあのそれが違法だと思うなら、うんまあ、それこそあの最高裁に提訴して、うん、あの司法の判断を仰ぐ、うん、でもしその法治国家であるというなら多分淡々と今の手続きどれかをするのがあのいいのかな。で、まあ、当然あの意見としては皆さんもいろいろ言うべきなんでしょうけど、うん、最終的に国としてどうするかはやっぱりそういう手続きにのっとって淡々とやればいいのかな、うん、で今時点ではまだあの司法の判断は出てないんで、うん、どっちが、まあうん解釈がどうだったっていうのは、まあ、それぞれこう議論をまだすべきフェーズだと思うんですよ、うんうんはい、っていうなんか非常に面白くない、はい、なんか賛成派、反対派でなんかこう交代にちょっと話ができたら面白いかなと思ったんですけど、どうですか、うんうん、その…はい、はい、あ、いいかさ、はい、あ、じゃあ、いや、あのさっき池さん話したみたいな、本当に、はい、まあ、解釈で今までやってきたので今回もって話もそうかなと思ったんですけども、でもよく考えると半世紀以上やっぱりこれまでの政府は積み重ねてきて国民に示してきたわけですよね。そんでいろんな国民も立場あって、まあ、自衛権は否定をしていないと、うんうん、でも海外に行くのはダメだ、うんまあ、あとはその救助は完全実施するっていう人もいるし、まあ、あとは集団的自衛権も世界で認められてるから、うん、書いてなくてもやろうっていう人もいるし、いろいろあるけども、やっぱり半世紀以上国会で議論されてきたこと、だそれは大事にしなくちゃいけないと思っていまして、うん、だ今回も5月かそこらに話が出て、もう本当に雪崩打つような話になりましたよね、うんうん、でさっき池さんだったと思うんだけど、やっぱりその公明党の話も出てズレがあるっていうふうに聞こえたんだけども、やっぱり公明党は個別的自衛権みたいになっちゃったみたいな話してる、うん、ますよね、うん、個別的自衛権の代わりがないと、うん、で安倍さんはそれ隠すように、うん、いやホルムズ海峡で嫌いがあったらもう出ていて取り除けるし、まあ、あとはあ、まあ、公明党のカバーするかのようにどんどん危険な場合は出てくるという話して、やっぱズレが生じてて、うん、やっぱこれじゃ信頼はその国民の中で得られない。本当に行使したいのであれば話し合って時間かけてでも国会で話し合って相談するべきだし、今までの中で見れば明文会見は反対世論が多いと、で96条の会見も会見派の人たちも反対してましたよね、うんうん、で自民党の人らも、まあ、海部さんだとか加藤浩一だとか小川誠とかみんなあまりにもやり方がおかしいと、会見をするべきだけどもやり方おかしいんじゃないかっていうズレが出てきてるんで、話し合っていいんじゃないでしょうかね、うんうん、はい、だから今その時間をかけてっていうことだったんですが、はい、その賛成派の人からはそんな時間がかけられるほどの余裕がないっていう、ああ自販にであればその余裕がないってことをアピールアピールアピールタイムです。あ、違うです、なんかこう、あ、まあ、今じゃなくて、はい、こういう声明が届いてますとか、なんかこう、あ、うん、攻撃するぜとかいうのを、うん、なんかそういうのが届いてあるんであれば、なんかもう逆に、例えば、今回と結論は同じだけど、はい、これを10年かけて議論して結果今回と全く同じ手続き結論だったら、うん、あまり気にならないとかですかね、その時間の問題なら、うん、10年かけて今と同じ手続きを踏んでる。正直、うん、俺は多分ずっと反対するんだけど、うん、その多数派の人が多かったらそれはやっぱ国の仕組みなんで、うん、仕方ないよねって、うん、だからそれでクーデターを起こすわけにはいかないんで、うん、と思います。ちなみにその手続きってどういうことをすれば手続きなんですか。国会で10年間議論するってのはなんか仕組み的に不可能だと思うんですけども、うん、でも逆に言ったら自民党はずっと言い続けてきたこと、いや国民投票すればいいと思うのか。あ、だからそれは時間の問題じゃないってことですよね、うん、まあ、時間の問題で、まあまあ、どんどん国会で話し合って反対の決議もいっぱい出ると思うけど、うん、それを国民が見て常に見て、あ、やっぱ反対なのかな賛成なのかなって言って、うん、最終的に何年、あえて何年でいくのか分かんないけど国民投票しましょうねっていう比率がバーンって決まるのって何年かかるの、ね、国民投票をしようっていうのに別に年月は必要なくて、うん、じゃないですか、うん、96年の差になってる通りは、はい、補足します。結局だからその、はい、
争点が何なのよっていうのが国会の議論を通じて煮詰まっていて、それがマスコミにも通じて、今申し訳ないけど新聞はもうきっぱり叩いて分かれちゃってちょっと折り合われがないと、議論の焦点この辺だなと、集団的状況を認めなきゃいけないとすればこういう状況があって、それがだんだん煮詰まってきたなっていうのはやっぱりちょっとやっぱり感じとしては弱い。ああ、なるほど。だからこれなかなかあと10年なら10年区切ってやりましょうっていうのはちょっと難しいと思うんですよ、議論の熟し方によると思うので、なのでただやっぱり国会で例えばその憲法調査会とかいろいろな機関があって、で結構そういうのが使えたはずなのに、やっぱりそれ使う時点でやっぱりちょっといきなり頭越しに出てきたなっていうのは、だから自民党の党内議論としても本当に煮詰まってるっていうのはあるので、煮詰まってない感はあります。正直、俺は選挙に勝ちたいからじゃないかなって思っちゃいますよ。で、俺は思っちゃう、一有権者として。でも全然でも反対してる人一人しかいなかったもんね。はい、なんかその今アピールされているなって感じてしまうのが、その結局集団的自衛権の容認が最終的にこう戦うことにつながるのであれば、最近やっぱりこうニュースとかでなんか今朝もこう撃墜されたとか、そういうニュースとか内戦がっていう、まあそれもまあニュースのあの映像とかで流れているんですけど、そういうところで案にこういう状況なんですよって伝えられてきているのかなっていうのも、だからなんかちょっとこう単純にあの今世界がもう一回戦争に向かってるんですよ。僕は10年以内に必ず起きると思っていて、まあ、それどのレベルの、さっき言ってたけど、どのレベルの戦争が起きる、世界大戦レベルが起きる、あ10年以内にあり得る、まあ、根本さんみたいな、そういうちゃんとした意見を、こういう危機が迫っているのって安倍さんに説明してほしいんですよ。出てくるのは国際情勢の変化しか言わないじゃないですか。それは多分それしかないと思ってて、けども安倍さんとか閣僚の口から中国やばいですって言った瞬間に、まあ、具体的には言えないもん、国際問題になるので、だから言わないっていう点はあると、だから例えば今のこんだけこう反対の方が多いやつも、例えば安倍さんが中国こんだけ心配してますよと、やばいんですよって、だから守らないといけないよねって言ったら、あそうかもねって思う人多いと思う。でもこれを言った瞬間に中国の、まあ、コミットとかあの辺がもう習近平とか絶対にもう声明を出しますし、でまあ、例えばだからあの市民が示すしかないのかなと思ってて、例えばそのじゃあどれぐらい中国やばいのっていうので、まあ、一応データがあるんですけど、まあ 外務省のデータですけど、どうやって調べたら出てくるの、表示するから多分、尖閣諸島を領海侵犯で調べると出てくるかな、頭に、あこれはそっか、あの、はい、時期ごとの尖閣諸島の領空侵犯とか領海侵犯の回数のグラフを今出してる、そうですね、でそれが明らかに増えてるよっていう、まあ、これそうですね、はい、今出しました。で、まあ、2012年の10月あたりからもうものすごい勢いで増え始めてですね、で、まあ、2013年とかこれ1ヶ月に 100隻来てるわけなんですね。赤がいきなり増え始めたのが2012年の9月あたりですね、まあ、なので、まあ、あのもう行くぞと、いつでもこう攻められるぞお前らをっていうプレッシャーをいっぱいかけてたわけですよね、で、まあ、こんだけやられてたわけですよ、こんだけやられててさすがにまずいでしょっていうことで今の流れになってるわけなんですね。なのでこれが大丈夫だねって思うかどうかだと僕は思うんですよ、一応有権者として、尖閣諸島って何があるの。尖閣諸島はあの基本的には無人島ですね、でヤギしか住んでないです。別にいいじゃん、ヤギ取らせて。ところがなんかそこに天然資源が実は近くに埋蔵されてて、はい、 そ、 でそれが1970年か80年ぐらいに分かったんですよ、それから中国は急にこの島、あの一度だっていう話で、あの、まあ、石油資源の話なんですよね、そのあとは漁業権とか、半分こしようでって、それは、まあ、橋本さんとか言って大問題になりました、ね、大問題あとなんか誰かダイナマイトで吹き飛ばしてしまうみたいな、それは何も残してるあの、石原がおっしゃったその、はい、もともと日本が持っていた尖閣、まあ、日本の領有権が先にあった尖閣諸島に対して、それまで何も言ってこなかった中国が70年代に急に天然資源があるってことが分かったがために、その俺のもんだよって言い始めたんだよっていうことが問題だよねっていうことを、日本の政府が道理を持って中国に対してこれこれこうだから問題だよって
いうふうな話を正式にやったかっていうと、日本の側も実は問題的きちんとやってない。それはやってますよ。あ、そうですか。それやってます、ね、国際裁判所に、国際司法裁判所、国際司法裁判所っていうのが国連の中にあって、そこでその領土問題っていうのは解決するっていう、そういう仕組みがあるんですけど、それ原則は両方の国が同意しないと裁判が始まらないんですよ。そうそうそう、で日本は同意してるけど、うん、中国は嫌ですって。だから尖閣諸島の竹島も、まあ、そこの議論が今始められてないっていう状態にはなってる。日本は実はそういうなんかルールにのっとった解決手段を一応提案はしてて、ただ相手がこう、うん、ノーサンキューっていう。だから、まあ、調べていくと日本結構まともだなって思うんですよ。だからちゃんとそういう手続きを打った後に、それでもなかなか収まらないからっていう動きなんですよね。だから、まあ、僕はそのどっちが正しいではなくですけど、その司法の場で解決しましょうってこと自体は一応やってます、ね、だからやっぱり、まあ、そこに関するあ、いや別に、あ、はい、まあ、簡単に言えばその国として中国やばいって言ったらダメだから、うん、その他 の、 あの有識者とか例えばマスメディアっていう人たちがこういう問題がありますよっていうふうに出していかなきゃ、うん、公平な議論にならないはずなんだけども、うん、マスメディアの人たち特に朝日新聞とかは、うん、まあ、それ具体的には言わないあの絶対戦争になると、まあ、明らかにそのあのこういう危機の話をしないで別の話ばかりしているから、それじゃあその公平な議論にならないよねって僕は思うんですよ。じゃあ、はい、うん、あとはあの事実としてあの、まあ、10年ぐらい前まではアメリカと日本の海軍力ってやっぱ圧倒的だったんですよ。世界中の軍隊が束になってもかなわないぐらい圧倒的だったんで、ある意味あまり心配がいらなかった。日本とアメリカが強かった。日本とアメリカが強い。もうナンバーワン、ナンバーツーで、それが同盟してるもんだから、旧ソ連ですらかなわなかったのが、中国がもう急激に今海軍力を増強してて、今日本の自衛隊を上回ってるっていう人も多くなってきて、いずれ10年後20年後にはアメリカ海軍と並ぶぐらい強くなる可能性もある。でそれが今事実目に見えてきて、だから中国は自信を持って、あの今まではアメリカ海軍怖いから、あの出てこなかったのがもうブイブイ言わせてきて、でアメリカ海軍もそれ今抑止できない、制止できなくなってる。そういうバランスがやっぱ目に見えて変化してきてる。で、さっき の、 そのグラフがその証拠の一つ、うん、で、やっぱ経済力がもうどんどん中国伸びてるっていうのは周知の通りで、うん、もうますますこう離れていく、うん、それの怖さが今目に見えてきたんだろうなっていう気が。そうですね、うん、はい、はい、すいません、その話ちょっとずれちゃうんですけど、その領海侵犯的なところで、うん、なんか北方領土のところは日本が、はい、そのまあ、そのロシアの方からすると領海侵犯的なことはしていないんですか。日本はしているかとか。日本はしていないと思います、ね、はい、はしないですね、基本的には。メドベージェフが急に上陸したりしますけど、まあ、それはロシアがやってきたことであってね、日本はそんなことしたことないんですよ。だから、まあ、それってでもどこまでの段階、そのなんかなんかその右翼有志の方とかはやってたりする。あ、まあ、個人としては個人的に日本国民やりますよ。たまになんか尖閣に行ってさ、旗立てたりする国会議員もいるじゃないですか。まあ、そういうのはしょうもないと思うんだけど、だから、まあ、あの国としてやったりはしてないですよ、内閣とかが。まあ、っていう感じですよね。あと、まあ、あの信頼って話にまた戻すと、憲法9条、なんかもう憲法9条をなんかもうぶっ壊したみたいな議論が毎回あるわけですけど、この集団的自衛権の容認 で、 で僕はその憲法9条を読んだ時に壊してはないよなって思ってて、でもそのまあ憲法9条の条文ってまあすごい短いから読みますけど、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を政治に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威力または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するって書いてあるんですね、うん、だからこれ何がポイントかっていうと、国際紛争を解決する手段としてはって書いてあるんですよ、うん、だからここの解釈によっては もちろん自衛権っていうのは認められるべきで、うんうん、だからその国際紛争を解決するためには持たないけど、他の場合だったら持ちうるよっていうふうには全然読める、うんうん、っていうことはあって、うん、まあ、だからその9条を壊すなみたいな話は、あの解釈っていうのを認めるんであれば、あの、まあ、当たらないというふうに僕は思います。これって判例的には集団的自衛権って過去にその有するってなってたんですよ。いや、なっておりません。なってないですか。それはないって話ですよ。そもそもまず自衛権を有するか有しないかということがそもそも裁判の対象になったことはない。つまり自衛隊の違憲であるか否かも問われたことはありません。なるほど、はい、訴えたことはない。
そう、あ、訴えてもそこの結論まで出さない、うん、てかそもそもそういうのを訴えた事件がなかった。ないんですね。砂川判決だと日米安保の中で自衛隊をどう位置づけるかという裁判だったし、はい、まあ、72年憲法でも集団的自衛権は今の憲法ではできない、できない、はい、やっぱその積み重ねてきた憲法の解釈をその、まあ、同じ自民党の仲間でやってたわけだし、子孫、子孫が、うん、子孫というかその先輩たちが、うん、そこを大事にしてほしいと思うんですよね。でやっぱさっきのこうデータとかもその出せる範囲で出して国民に議論をさせると、うんうん、俺たちこういう形で会見をして集団的自衛権を使えるようにしたいっていう話はないんだけど、持ち出してくるのはあのほら赤ちゃん抱っこして、うん、それ保護するかっていうなんか何は不思議なやつで、うん、あれは、あれは実際にありえないダメだった。日本人が助けられるのは最低のその順位だと、うん、助ける順位で言えばそういう誰でも論破されるようなネタを持ち出して集団的自衛権をっていうのが、その俺は安倍さんがもうこちらとしてはネタがないんだけどとにかく信頼をしてくれと、うん、でやっぱその関係っていうのは人と人との、うん、その条件を出して信用してもらうと、いわゆる銀行から金借りるときにこのぐらい担保があるからっていう、それ信用を示すのが政治家の役割だと思ってて、それ何も無条件に俺のことを分かってくれ、とにかくこういう仕組みをしたいんだからってまともな論拠も示さずに信頼してくれっていうのはもう世界中もそうだし国民からも全く、うんうん、そう、信用も信頼もされない。すげえ安倍さん苦しい立場だろうなって、まあ、すごい思うのは、うんうん、結局あの赤ちゃんのやつとかあれ謎なんですよ結局。謎とかあんなん起きない基本的にあんなん起きないんだけども、なんでだからさっきの話に戻るんですよね、うん、なんであんなの出してるかって言ったら具体的な例を出しちゃうと、うん、まあ、それがあの中国が出てきますから、うん、その具体的な事例を話をすると、うん、あこれ敵国に想定してるの中国と北朝鮮だよねってなって、うん、でまあ、それが自体が問題になるっていうことが一つと、うん、あとはまああまり詳しくそこで事例を紹介してしまったらそれは作戦なわけですよね。作戦が出されてしまうわけですよ、うん、だから隠しておかなきゃいけないものがあるっていうことだと僕は思ってますけど、うん、にしてももう少しなんか説得力あるやつなかったのかって、うん、そうそう、まあ、党の防衛大臣が追及された時に、うん、あんた考えすぎだべっていう、うん、それはねあれは苦しいと思う、うん、あれは苦しいと思うんだけど、言い訳にしてもそう、だからそれはなんか説得力のあるものを出せないっていうのはそういうなんていうか、まあ、軍としての秘密的な意味とか、まあ国際情勢を鑑みてみたいな話だと思いますね、うん、あ、じゃあ、池さん先だったんで、池さん、あ、いいですか、はい、はい、その事例論っていうのはやっぱり本当にあれで、それを積極的に認める方向はそれを聞いていくし、そう反対する方向はするしっていうのになるので、うん、そうするとまず現状の体制でどこまでできるのかって議論をちゃんと詰めましたかねってことなんですよ、うんうんうん、つまり個別的自衛権で十分できることであるにもかかわらず、うんうん、それをちゃんとまず検討なさいましたかっていうことなんですね、うん、でそれがどうしようもなくできなくて、まあ、せざるを得ないっていう条件を何年から挙げていただければよいということだと思います。だからその説明の方向性の仕方、方向性でもあるのかなというのが一つ、それからその、まあ、性格の問題だとそういう意味で個別的自衛権の問題、まさしく試験の侵害なので、私はきちんと試験を守るべきだと思いますから、何事に関しても、これは左の人たちと合わないケースも結構私は多いんですけど、だからそれは十分それで、試験はきちんと面接を守るべきです、これは。絶対にそうするようなは試験ですからね。